風魔小太郎は戦国時代、五方城氏に仕えた実在する忍者と紹介されることが多い。だが、巷に流布する伝説の多くは江戸時代や1900年代以降に考えられたものである。風魔小太郎という人物が実在したとするのはさすがに無理があるだろう。だが、風魔小太郎のモデルとなったとおぼしき人物は、当時の史料や軍記物語に点在する。今回は、そうした逸話や伝説を可能な限り拾って、一連の流れとして紹介していく。僕は風魔小太郎、北条氏に仕える忍び集団、風魔一族の頭領なのだ。風魔一族はもともと、ちょっと規模の大きい盗賊集団でしかなかったのだ。一族に転機が訪れたのは、室町時代後期。最初の戦国大名とされる北条氏の祖、北条早雲が現れてからなのだ。風魔一族は盗賊でありながら、高い騎馬技術と統率力を備えてたのだ。早雲がそれを見込んで配下として迎え入れたことから、北条氏との関係が始まったのだ。ちなみに、北条早雲が生まれるより前に風間の小太郎という忍びがいたけど、もちろん、名前が似てるだけで僕とは別人なのだ。北条家配下としての風魔一族の活躍を語るにおいて、欠かせない人がいるのだ。それこそが僕の師匠、ニブルイワイスケなのだ。おう、俺がニブルイワイスケだ。ちなみに、さっき話に出てた風間の小太郎は俺に忍術を指南してくれた師匠筋にあたる。なんと、つまり、僕の師匠の師匠ってことなのだ。別人といえど、全くの無関係というわけでもなかったのだ。専門15年1546年、川越野戦。川越野戦は、北条氏三代目の北条氏康の頃に起きた上杉氏や関東諸将との戦いだ。先代の北条氏綱の頃から上杉氏の居城である川越城をめぐって戦いを繰り返してたのだ。この頃には北条氏が川越城を占拠していて、武蔵の国支配の拠点としていたのだ。だが、氏綱が没して氏康が家督を継ぐと、関東諸将が上杉氏と通じて挙兵し始めた。完全に包囲されて、絶体絶命の大ピンチ。そんな時に起きたのが、この川越野戦なのだ。俺はこの時、氏康に命じられて真っ先に上杉の陣地に侵入し、陣形を確認していた。実に忍びらしい働きなのだ。見つからずに情報を持ち帰れたのだ。いや、見つかっておっても出されたが、さっさと巻いて逃げ帰ったんだ。借り出されとうぐるはイノシシ助け卑怯者なんて言われてたらしいけどな。へえ、うまいこと言うのだ。けど、卑怯者なんて忍びや盗賊にとっては褒め言葉みたいなもんなのだ。ま、そうだよな。そして、俺が持ち帰った情報をもとに、氏康は思い切った作戦に出た。兵たちに次ぐ、鎧兜を脱いで敵陣に突入せよ。わぁ、本当に思い切ってるのだ。横領捨てて特攻しろってことなのだ。特攻というと無謀なようにも聞こえるが、もちろん考えなしの作戦ってわけじゃない。この時の時刻は真夜中だ。鎧兜を脱げば身軽な上、物音を立てずに接近できる。そっか、姿も見えず音も聞こえなければ、敵がこちらの接近に気づくこともないのだ。そういうことだ。この奇襲作戦は見事に成功し、敵方に多大な犠牲を出した。この戦いで勝利を収めた北条氏は、関東での抗争における主導権を掌握したんだ。後に関東一帯を支配下に収める北条氏の基盤は、この時に形作られたのだ。風魔一族の活躍なくして、北条氏の繁栄はなかったってことなのだ。勝利の決め手が偵察と奇襲という、いかにも忍びらしい手段ってのも象徴的だよな。この川越野戦は、後年の厳島の戦いや桶狭間の戦いと並び、日本三大奇襲とされる。次に風魔一族らしき者が史料に現れるのは、元亀3年1572年のことである。この前年に氏康は没し、四代目となる北条氏政が当主となっていたのだ。氏康の時代に一度破綻していた甲斐武田との同盟を復活、織田や上杉を敵に回したのだ。勢力を拡大した分、領内や国境で武力衝突が起きても、すぐに駆けつけることは難しい。そこで元亀3年5月、僕たち風魔一族が各地に派遣されることになったのだ。なお、この出来事を示す現存する文書では派遣された者たちは風間のと書かれている。中でも、代表者とされる風間出羽の神は風魔小太郎のモデルの一人とされている。このように、風魔一族の活動は忍びとしての情報や暗躍だけではない。武士よりも身軽に派遣任務に当たれる武力集団として用いられることも多い。そういう時に使う表明義が、風間、なのだ。派遣されて現地に泊まる期間は宿の手配も必要なのだ。そういう時には、誰それが宿を取る、
と北条家が文書を出して現地に通達するのだ。元亀3年5月にも武蔵の国の六つの村に風間の者が宿を取ると通達されたんだが、その文書は僕たち風間一族にとってはちょっとばかり不名誉な内容だったのだ。うつしの現存するこの時の文書にはこのような内容が記されている。7月までの間、風間の者が配置されるので宿や間草、焚き火などの手配をお願いします。風間の者が牢籍に及んだ場合、小田原に書き付けを提出していただければ対応いたします。つまり北条の本拠地小田原城への直談判を許すってことなのだ。元が盗賊出身だけあって風間一族には荒くれ者も多い。宇治政も困ってたんだろ。そうは言ってもあまりにも失礼なのだ。怒りたいところだけどそういうわけにもいかないのだ。本当に問題を起こして直談判されちゃったのだ。当初は7月までとされていた派遣期間は幾度か延びた。契約更新って感じだな。同じ場所に泊まり続けて活躍の機会がないことで不満が溜まってたのかもしれない。元亀4年12月、武蔵の国佐原村の百姓たちから小田原に書き付けが提出されたのだ。僕も棟梁とはいえ膨大な数に上る一族の行動を逐一把握してるわけじゃないけど、風間一族の者が百姓に迷惑をかけ続けたらしく佐原村を出禁になっちゃったのだ。あと他の北条家臣への恩賞が不当だと直訴して訴えを取り下げられたやつもいたよな。こんなんじゃ風間一族全体が荒くれ者のお騒がせ集団とみなされかねないのだ。僕が風間の棟梁として活躍して一族の底力を北条家中に知らしめるのだ。もう手遅れな気もするけどな。ところで風間小太郎伝説の骨子を形作ったのは三浦上申の著書とされる北条五代記では、伊勢川の戦いで武田の陣に夜討ちを仕掛けた風間の活躍を、そして見聞集では主である北条氏を失った風間一族の没落を丹念に描写した。俺は北条氏に仕えてて小田原征伐も経験したからな。内情には詳しいんだ。本当だぜ。天正9年1581年秋、伊勢川の戦い。数年前、甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信が相次いで領没したのだ。それぞれ家督を継いだ武田勝頼と上杉景勝が接近したことで両家間に同盟が成立。その余波を受ける形で北条は武田との同盟が再び破綻し対立が激化してるのだ。そんな矢先に北条氏政は隠居し、五代目となる北条氏直に家督を譲ったのだ。なかなか大変な時に家督を継いで大丈夫なのだ。余計な心配は無用だ。今も武田との戦の余韻を進めている。あ、氏直様、取ってつけたように様付けしたな。まあいい、今度の戦についてなんだが、風間小太郎、200人の下宮盗賊を率いるお前に実行してほしい作戦がある。何なりと申し付けください。なのだ。風間小太郎に作戦を授けた北条氏素直は駿河国伊勢川を挟んで武田勝頼と対陣した。ふむ、長篠の戦いで織田に敗れたとはいえ武田騎馬隊の強さは健在だな。だが川を挟んでの対陣で少しは勢いがそがれるだろう。今は耐え忍ぐ時だ。決戦の時そう夜中まで持ちこたえる。北条軍は武田軍の攻撃をしのぎ続けた。そして夜中、北条軍は防戦一方ではないか。押し切って勝利を収めるのも時間の問題かもしれんな。よし、今のうちに馬を休ませて明日に備え。ヒーン、おい、ちゃんと馬を繋いでおけ、危ないじゃないか。ちゃんと繋いでおいたはずなんですが。パカラパカラ、ヒーン。現に何頭も走り回ってるじゃないか。一体どうなってるんだ。大変です。馬を繋いでた綱がことごとく断ち切られてます。なんだと、一体誰が。こっちも大変です。陣のあちこちが燃え盛ってます。次から次へと大まさか、北条の野衆か。動くな、なのだ。誰だ貴様は。風間小太郎という名前を聞いたことはあるのだ。まさか、貴様が北条の抱えている忍び集団の棟梁だというのか。説明セリフご苦労なのだ。ところで、こいつがどうなってもいいのだ。勝頼様、お助け。馬を放ち、血を放ち、人質まで取るとはさすが忍びとは名ばかりの盗賊、卑怯なり。しかし、総大将が兵一人に気を取られて大勢を見逃すことなどすると思うのか。なんとでも言うがいいのだ。それに、人質はこいつ一人じゃないのだ。僕の率いる200の精鋭がお前らの陣に侵入し、多くの兵を生け捕りにしてるのだ。なんだと？いや、まさか。お。
この勝ちどきが、まさか全て北条の。もちろん、今すぐ降伏しろとは言わないのだ。自分たちに勝ち目があるかどうか、朝までじっくり考えてみるといいのだ。さあ皆の衆、人質を連れて退却なのだ。お気土産にもっと火を放ってやるのだ。その後、武田軍は人質に取られた多くの兵を取り戻すべく北条軍の陣に突入するが、僕たち風魔一族で待ち伏せしてことごとく倒してやったのだ。よくあった、風魔小太郎。おかげで我が軍はほとんど犠牲を出さずに勝利を収められた。これからもよろしく頼む。ああ、長くれぐれも問題は起こさないように。わかったのだ。一族の者によく言い聞かせておくのだ。翌天正10年、織田徳川北条による甲州征伐で勝頼は自害、武田は滅亡した。天正18年1590年、小田原征伐。信長没後、彼の天下統一事業を引き継ぐ形で全国を制圧していったのが豊臣秀吉なのだ。豊臣政権に恭順しない大名は東北の伊達氏と関東の北条氏、その逃げだけになったのだ。そんな状況下で始まった、豊臣秀吉の小田原征伐。北条氏は小田原城での籠城戦をはじめとして、各方面で包囲攻勢に耐え忍んでいたが、伊達政宗までもが豊臣政権に恭順する姿勢を表明し、小田原包囲に加わったようだ。味方からも続々と降伏した者や内通者が出てきている。反転攻勢は望むべくもない。もはや、これまでか。小田原海上と渡口の切腹を条件として、降伏と農兵の赦免を申し込むことにしよう。宇治素直自身は切腹を免れ高野山に流されたが、隠居の身だった宇治政は切腹を命じられた。こうして、最初の戦国大名だった後北条氏は最後の戦国大名として散ったのである。主君を失った風魔一族も、歴史に埋もれるようにして姿を消し。ちょっと待つのだ。このままじゃ済まさんのだ。風魔一族はそんなにあっさりと終わる器じゃないのだ。もとより根なし草の盗賊なのだ。一時の主君がいなくなったとて、本質は変わらないのだ。生き残った風魔一族の者は、関東の地で盗賊として密かに活動し続けていた。どうやら、徳川家康が江戸に幕府を開いて天下太平の世が訪れようとしてるようなのだ。世の中がどうなろうと知ったことじゃないけど、江戸に都市ができるのは嬉しいのだ。人が集まる都市は、僕ら盗賊のこれ以上ない飯の種なのだ。こうして江戸の町を中心として盗みを働くようになった風魔一族。盗難の被害者以外にも彼らの存在を疎んじる者がいた。おいらは甲崎陣内下総の国向崎出身の盗賊で、近頃はすっかり盗み仕事を取られちまった。全部風魔一族のせいだ。奴ら戦仕事をしてただけあって無駄に腕がいい。このままじゃ食いっぱぐれちまう。綺麗さっぱりいなくなってほしいもんだが、そうだいいこと思いついた。何？もう一度言ってみろ。だから、江戸の町で盗みを働いてる盗賊はあの有名な風魔の生き残りなんだって。盗領はもちろん風魔小太郎だ。あんたらにとっても厄介の種になるだろう？俺は風魔小太郎の居場所を知ってる。だから、ついてきてしょっぴいてくれよ。それはいいが、お前はなんで風魔の居場所を知ってるんだ？え？そりゃあ、まあ、たまたまだよ。奉行所は甲崎陣内に盗っ人狩りの案内役をさせて、見事に風魔小太郎を捕らえた。陣内、裏切ったのだ。お互いに頑張って生き抜こうって、歓迎してくれてたのに。悪いな、本当は最初からお前のことが邪魔だったんだ。つまり、油断させるために仲良くしてたってことなのだ。忍びの者が人心掌握術にはまるなんて、不覚なのだ、クッコロなのだ。風魔小太郎をはじめとした風魔一族の者はことごとく捕らえられ、処刑された。以上が、三浦城心の著書に記された風魔の活躍から没落の一部始終である。なお、風魔を陥れた向崎陣内も、後に盗賊であることが露見して処刑されたらしい。なんでだよ。いや、そりゃそうだろ。